日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は休暇について。休暇、ホリデーとかね、バケーション、ね、そういうものですね。休暇について話したいと思います。元気ですか皆さん。僕は元気ですよ。今日はね、休暇について話したいと思います。休暇、ホリデーですね。あとは週末も休暇ですね。まあ短い休暇ですね。土曜日と日曜日、ね、月火水木金、ね、月曜日火曜日水曜日金曜、木曜日金曜日に働いて仕事をして、土曜と日曜に休む人がたくさんいますね。僕は違います。僕はフリーランスですからね。セルフエンプロイ、ね、自営業って言いますね。僕は自営業だから、土曜日と日曜日は休みじゃないです。僕は、休みがないです、ね、休みがない。だけど毎日少し休んでます、ね、毎日。例えばね、今日はまあ朝少し仕事をして、昼少し休んで、午後に少し仕事をして、夜少し休んで、で夜遅くにまた仕事をします。だからちょっとイレギュラーですね。すごくイレギュラー。ね。明日も同じような感じですね。休暇。でも休暇というとね、普通長い休みのことですね。長い休み。例えば夏休み。ね、夏に1ヶ月とかね。ヨーロッパの人は休みますね。2ヶ月。ね、例えばフランスの人とかは2ヶ月休んだりします。まあみんなじゃないですけどね、休む人もいます。あとは冬休み、ね、クリスマスの時にちょっと休みますね。日本では夏休みとか冬休みをあまり取る習慣がないですね。そういう文化じゃないですね。日本人はね、休みが少ない。休みはゴールデンウィークといって5月に1週間ぐらい、あとお盆といって夏に1週間、あとは冬休みですね。正月休みと言いますね。お正月、ね、ニューイヤーですね。正月にまた1週間ぐらいかな。そうですね。でもヨーロッパやアメリカでは夏に休む人が多いですね。夏休みの習慣がありますね。習慣というのはカスタムとか、まあそうですね、カスタムのことですね、うん、というわけで休暇、国によって違いますね。オーストラリアやニュージーランドではね、夏休みがちょっとまた季節が違いますからね。今もうすぐ夏、今夏ですよね、うん、はい。皆さんどうですか？休みが好きですか？休暇好きですか？僕はね、まあ関係ないですからね。僕はさっきも言ったように僕はフリーランスですからほとんど関係ない、ね、まあいいんじゃないですかいいじゃないですか。僕はあんまり好きじゃない、ね、正直言ってあんまり好きじゃない。休暇はあんまり好きじゃないです。僕はね、ルーティンボーイですからね。月曜日火曜日水曜日とかね、普通の日が好きです。皆さんが仕事をしている時が一番好きです皆さんが仕事をしている時に僕はちょっと休みますからね、はい。週末もあまり好きじゃないですね。土曜日日曜日人が多いから、ね、まあまあそういうちょっとセルフィッシュな意見を言いましたね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね。